続いて武田選手。さあ武田選手には、はい、助手席乗る、これを武田選手に故郷の方言で言ってもらいたいです、とのことです。織姫の方にちょっとこう歩くふりをしていただいて、はい、まあ、あのここには車ないんですが、武田選手は車で追いついたという、後ろから追いついたというシチュエーションと想像していただいて、うん、この一言お願いします。ナンパやんこれね。え、あ、じゃあいつもやってるか、やって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 、指定早かったですねじゃあちょっとゆっくりね歩いていただいて、はい、助手席に乗らんね、助手席に乗らんね、いかに声かけてなさげが分かりますね。はい、頑張ってくれました。ありがとうございました。